天ヶ崎南警察署は、兵庫県警察が管轄する警察署の一つ。大規模警察署であり、署長は、警視制。天ヶ崎市内においては、天ヶ崎北警察署、天ヶ崎東警察署、本署の3署で管轄している。2019年10月から2年の後期で、老朽化、共愛化のため庁舎建て替え工事中である。 旧尼崎警察署明治初め頃の川辺郡における警察事務処理の中心は糸見であったが中頃以降尼崎地方が工業地帯の発展とともに著しく重要性を増し1906年に昇格した尼崎警察署は阪神間における最重要警察となった太平洋戦争後二度の警察制度改革や分割により度重なる署名変更を経て 天ヶ崎中央警察署となり、市内4署のうちの一つとなる。なお、2006年の天ヶ崎中央警察署と天ヶ崎西警察署の統合により発足した天ヶ崎南警察署は、旧中央署を本庁舎とし、旧西署は西分庁舎となった。旧西署の管轄であった立花地区の一部は天ヶ崎北署の管轄に変更されている。 西文庁舎本庁舎、西文庁舎いずれにも所在していたが、2019年10月の本庁舎建て替え工事のため、仮庁舎である西文庁舎のみになっている。大島交番すべて、甘崎市内に所在している。なお、発出所、駐在所は所在しない。交通安全記念塔西文庁舎の敷地南東、浜田町4丁目交差点を望む位置にあり、 高さ約12メートルの白色の頭部と放送設備がある赤色の球体部からなる建築物。1974年、尼崎西交通安全協会20周年記念事業において建設された。本施設では当への交通標語掲示のほか、音声による違反取り締まり、啓発活動が行われている。党は道路を象徴し、球体には、 交通事故ゼロの願いが表現されている。球体内部には座席とマイクがあり、等に設置された4台のスピーカーより音声が出力される。放送は月1、2回、各お々のおの約1時間の頻度で甘笠崎南交通安全協会婦人部により行われ、交通安全を呼びかけるほか、周辺を通行する歩行者や自転車に対し個別、指導がなされる。また、 年4回実施される交通安全運動の期間中は、道府人部による録音放送も流されている。本庁舎国道2号南、天ヶ崎市総合文化センター斜め向かい。西文庁舎国道2号、同井線、浜田町4丁目交差点北西。ありがとうございます。